中国女子代表は10月26日に行われたパリ五輪アジア二次予選の初戦で北朝鮮女子代表に1マイナス2で敗れた。最終予選進出へ苦しい船出となった中、中国メディアは解説者の評価を伝え、五輪やワールドカップ、W 杯、で強さを堅持してきた女子代表の低迷ぶりを酷評している。写真、美人姉妹すぎ、なでしこ清水里沙、ドレスアップ。 姉との並びが話題、同じ顔。パリ五輪アジア二次予選は、3組に分かれて実施され、各組首位と2位のうち最も成績の良かった4チームが最終予選に進む。中国はグループ B で韓国女子代表、北朝鮮、対女子代表と同居。アジア大会で銀メダルを獲得した北朝鮮など競合揃いとあって厳しい戦いが予想される。 26日に行われたグループ B 初戦では、韓国がタイを11の大差で下し子発進一方、アジア大会同メダルの中国は、ホームに北朝鮮を迎えた一戦で1、2と競り負けて黒星発進に。最終予選進出に向けて後がなくなり、次戦の対戦、続く韓国との一戦で勝利が不可欠となった。中国メディア総風は、 オリンピック出場権獲得には非常に不利な状況となった、と伝え、中国人解説者ジャン・ジュン氏の評価を掲載。W 杯、アジア大会、そして今回のオリンピック予選に至るまで、中国女子サッカーチームの進歩が見えないのは非常に残念だ、と告評している。北朝鮮の基礎技術や連携は我々よりも優れており、負けても何も言えなかった。 ハーフタイムでの交代後にいくらかの活力を見せただけで攻撃ルーチンを書いていた。二つのボールロストはどちらもポジショニングやプレッシングの守備原理が間違っており、パスの選択も含めて、パスの出方、強さ、精度など、驚くべきことに理不尽すぎた。このプロセスは本当に予想外だった。中国は五輪銀メダル獲得一回、1996年、W 杯準優勝一回、 99年を誇り、女子アジアカップでは1986年大会から7連覇を含む通算8度の優勝を誇るアジア屈指の強豪国。一方で今回の W 杯ではグループ敗退、アジア大会では銅メダルと特筆すべき成績を収められず、五輪予選の黒星発進を受けて母国内からは先行きに懸念の声が漏れていた。